一週間経ちましたけれども、疲れは取れましたか。まだ少し残ってます、ね。そうですか。<laughs> はい、え、今日知事にはですね、今後の県政の舵取りについて、詳しくお話を伺ってまいります。はい、えー、知事選では大差で新人候補を下し、今月二十一日から、五期目の村井県政がスタートします。えー、この中で、県民、そして仙台市民の関心の一つに。仙台両県の四つの病院の再編構想が挙げられます。えー、どういった構想なのか、こちらにまとめました。 名取市の県立がんセンターと太白区の仙台赤十字病院を統合した病院を名取市に設立青葉区の東北労災病院と県立精神医療センターはそれぞれの経営主体を維持したまま富谷市に集約するというものです はいととうことで村井知事、今回公約としてその是非を県民に問いかけたという形になりました、はい、改めてなぜ再編が必要なのかそして、なぜ今なのか。 教えてくださいまずあの、あがんセンターの将来の在り方について専門家の先生方にご意見を伺ったところですが、ね、ん、はいえー、の治療だけではなくて合併症等の患者も増えてきたので、うん、総合病院と一つになることを考えたらどうだろうかという提言をいただいた、うん、でお見合い相手を探していたわけですよね、その結果、仙台赤十字病院さんや東北労災病院さんと話を進んできたということです、でそれに精神医療センターもくっついてきた。うん、で県南の方の方問題点といたしましまては、えー まず救急車の搬送時間が名取、うん、や岩の輪は非常に時間かかっていて、はい、仙台まで1時間ぐらいかかっているんですねで非常に時間かかっている助かる命も助からなくなっているそして南の方は高度な産婦人科周産期といわれる治療する病院がないものですから、うん、子どもをなかなか産みづらい環境にあるということ、うん、そしてもう一つは精神医療センターは南に位置しているためにどうしても、えー 患者を24時間救急で運ぶのに時間がかかってしまう、はい、ということで宮城県の真ん中に持っていったほがいい、まあ、そういう,ようなことを総合的に考えまして長い目で見みると、えー、南と北に一つずつ移した方がいいのではないかと考えたと。 今人口がこれから減ってくるということもあって救急,病救,救急車が運ばれる病院というのはだんだん病,院が病床が余ってきているベッドが余ってきている今後、さらに余ってくるというのが分かっているということで、うん、あの仙台赤十字病院さんや東北労災病院さんのような病院は、うんえー、外に出してもです、ね、全体の治療、医療は守られると、うん、そう判断したということなんですけどね。 あの知事はすでにあの、まあ、今後20年で高齢の方がまあ10%増えるなどもお話がありましたから、はいはい、今のうちにこう先手先手で打っておかなければいけないとといといいううう形こでですねそうですねそ救急車が運ばれるような病院の病床は余ってくる大きな病院は余ってくる、うん、そして、えー、回復期と言われる高齢者の皆さんが長期にわたって入るような病院回復するための病院そういった病,病院の病床はだんだん足りなくなってきますので割と中型の病院のそういったベッドは増やさなきゃいけないというのが今の大きな県の課題だということですね。